端巻き変圧器ですね。いわゆるあのスライダークっていうんですね。はい。これでですね、入力が100で、出力が 120V やったと。その時のですね、出力が 15A やったんですね。はい。ほんなら、入力の電流はですね、どうなるか言ったら、入力イコール出力で、18A になるわけですね。こちらから 18A 入ってる。それと、無負荷時の電流が 1A 流れておりますんでね、したがってここですね、分路、例えばですよ、こういうふうに、18A ですね。上向きに 15A 流れたと。そうすると、ここ差し引きですね、3A と、それからこの1A がですね、90度遅れてますんで、ベクトル1になるわけですね。はい。そうすると、これはルート10A、3番になります。